あいよあいよあいよ。俺がタイトルコールするときにそうやって大乱闘スマッシュブラザースペシャル。いつも動画であそこで言うんだよ。お前のあいよあいよあいよで全部潰れたんだよ。スマッシュブラザースって。そう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 。ヨッピーさん、はいはい、今日はあなたの得意なゲームを持ってまいりました。はいはい、前回私ですね、CPU レベル9にね、団体戦を仕掛けたところ、何 ?5 対5したのに、うん、03? 2人にしか削れないという陳事を犯しまして、はあはあ、全然勝てなかったんですよ。カズヤ率いるレベル9軍団、はあ。ちょっとあなたにね、スマブラのビップの経験もあるあなたにね、もう経験になったよ、下がったよ君、価値が。ビップじゃないで。いや、元ビップでしょ。一般。ヨッピー3回やって、じゃあ。まずヨッピー3回やって。俺2回やるわ。任せるで。うん。で、これで。ルールはね、一般的なルールで。まあ、普通に2人じゃ、マジで入れるよ。なんてと。あとはマックにしよっか。で、そう、まあ。いいな、リトーマック。じゃあ俺もリトーマック。ひどいことすんなって。リトルマック、リトルマック、リトル。こいつだよな、ラスト。できました。で、今から順番決めするからね。自分2人。合ってるね。自分2人、ヨッピー3人。はいはい、バーサス最強の CPU 軍団。よし、行こう。自分どうしようかな。俺が決めれんだよね。俺のうちにどこまで削るか大事だからさ。じゃあ俺2回行くわ。ノーヨッピーどうしよう、キャラ順どうしようかな。リトルマック大丈夫でしょうか。なんでもいいで、なんでもいい。それはみんな、はい、オッケーです、こんな感じです。あ、カズヤ2番目か。見て、キャプテンファルコンが大衆に来てる。あ、本当や。まずは俺がどんだけ削れるかだからね。よし、行きます。あ、大丈夫か。あれ、俺になってるよね。よし。よし、行きまーす。はーい。よし、頑張るわ。でも、もうこの前ちょっと雪辱果たすわ。まあ、自分も。あれからちょっと CPU 制練習したから。やめて。やめて。ちょっと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 しっかりコンボしてくるから。何ちょっとうわ、やめて。あれちょっとまあまあまあ、でもまあ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 、今のはちょっとセルフハンデみたいなもんじゃないの。もう来たよ。これね、ヨッピーのやってるのと違ってちょっと回復するんで、終わったら。ああ、なんかあったな、ちょっと回復するやつ。1回30だったかな。うん、30回復するわ。ビームだろ。ほら、うん、やばい、やだやだ、カズヤやだ。よし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 、30以上削って次に持ってこ。あー、危ない。あー、うわ、かっこいい。あれこの前より弱いぞこいつ。あれ、この前もっと強かったんだけどな。いや、こっからよ。って言うやろ。お、あれ。ふっ、あれ。あれ、おい。いやいや、この前と違うぞ、筋書き。いや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 。あ、俺と出番ないか。いや、でもね、のんびりしときましょう。この前ね、空中コンボガンガンガンやって上に持ってったのがこの空です。そう、上にどん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 持ってったから、こいつね、ダウンレボしてくるからな。で、サンダーも置いてくるからな。サンダーが嫌やの。こいつに4人抜きされたんだよ俺。こいつに4人抜きされたの俺。確か1回。だからこいつ強いよ、こいつはマジで強いよきっと。俺、始まった。やめて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 、ちょっと待って。よし、危ない。バカ。それジャストシールされるのはもうきついわ。危ない。
あれなんかあれなんか前世してるカービィで、やっぱカービィのうちにカービィのうちの前世が凄まじいことになってる。この野郎、あまだだぜ。すげえな、よく耐えたな。やめてやめて、受けてみろ。あっ前の動画をヨッピーに見せてからやな、これは。いやでもね、セフィロスもね3人抜きぐらいしたかからね、リーチョーリーチがあるからね。うん、おかしいな。あの時より俺上手くなっただけ、あの時は俺下手だっただけか、あれ。先方がさ、これじゃ話が進まんのだけど、まあ、コンピューなんか回避しとんなと思うけどさ。おい、よしよし、ちっちゃいから当たってない。あそうそうそう、まあ、それ分かって俺しゃがみ連打してるからね。まっとんな崖で、あれあいつ来いよ、あれ来とったやん、この前来とったって。この前来てたやん。よし、なんでカービィでこんな耐えてんねや。なんでカービィでこんな耐えてんねや。くした。まあ仕方ない仕方ない、まあそうだよ、でもセフィラスこっからよ。ちょっと待って、なんでカービィで3人抜きしてんの、うん、あれなんでシオライズモンハンしてんの、あいつモンハンしてるわ、モンハンしてる、うちの三宝おかしいな。まあ、ここからここから。でもなぁ。いやいや、で。なんかいけそうな気がするんだよな。いやだ、見づらいステージだ。見づらいステージになってる。何、いきなり恐怖しれって言ったよ、今、あいつ。そりゃ、あれピンチやと。ささ、軽い。ちょっと待って。俺だけに終わっちゃうじゃん。いやいや、企画がさ、成り立たないんだが。大将来ました。インチキです。今まではキャラのインチキだよ、ステータスのインチキ。回復とか入れてんだろどうせ。何だったっけ、もう忘れた。でもなんかインチキだよ、覚えてるよ。痛い、21。あーまあ42。逆に考えれば自分にはかなり適性があると。なんか意味わかんないんだけど、投げだけずっとな投げ食らってんだけど。おう、いいね。やめて、危ない。お、ん？ん？あれ？ほらなかったやん出番。いやこの筋書きでいいのか。おい、この前も俺の何だったんだよ。おい、この前の何だったんだよ。何この図おかしいでしょ。ちょっと待って、いや、おかしいって。そうはならんやろ。え、もっと強かったじゃんか。いや、俺がやった時と全然違うじゃん。あの、一人で撮った時と。めっちゃ強かったのに。ダウンレーンも平気で決めやがってって。え、なんか、ヨッピーにしたら珍しい、おとなしめのキャラ多くない？おとなしくないだろ。もっとヨッピーなんか、やばいキャラいっぱい入れるやん。ガノンとか。あ、言う書いてる。このままのスティーブが一番いいかな。そうなの、いつもエンダーマンじゃん。いや、それは選ぶからやん。パックマン、ロックマン、パックマン選ぶから。ボンバーマン。え、いいっすか。じゃあ、はいよ。おかしいな、もっと強かったんだけどな。なんでこんな上ブレ下ブレしてんだ。回復するのでかいんじゃないの。いやってことは逆に返してヨッピーが逆に負けていくと厳しくなるのか、言っちゃえば。さあ先方にカズヤ。来てるね、頼むよヨッピー。はい、ヨッピーこれで勝ったらば、まあ、何だったんだって話やん。あの時の俺が弱かったってだけや。
いや、コンピューは強いよ。そうなんだよな。コンピューの数やばいよ。ペース持ってかれたらもう一瞬で負けるよ。読めない。あ、危ない。よしよしよし。なんとか最悪のパターンを回避したか。あ、やばいやばいやばい。およくやばいぞ、大丈夫か。よし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 。まだまだ全然切り返せる。わっ。え、あれで復帰できるんだ、クースタフって。普通だと死んでるよ。あ、いけるな。ある程度高いとこやったら。あはははは、よくいかないか。ほらね。やっぱ強いよね。そうそう。あのやってコンボされるよね、普通。あれされなかっただけなんだよ。あ、やばいよ。ちょっとこれやばいんじゃない。あれ、数どんだけ与えたのさっき。56やから全然や。20% ぐらいじゃない。うわぁ。いやー、そのビーム。飛び道具も最強だからね。ヨッシーね、どうだろう。カズヤに空中でポンポンポンで。読めないな、コンピューの風の向きは読めない。お、よしよしよし。お、あ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 、頑張れ、頑張れ。いいよ。お、やばいな、空した。危ねえ。危ない、危ない、危ない、危ない。いやー、わかんない。お、お、いいよ。あ、惜しい。いい。ちゃんとヨシのコンボ見れて。うわ、危ない、で、来たぞ、気をつけろよ。これワンちゃん死ぬぞ。あ、おお、それをされる前にさすがヨシ、行ったね。行った行った。ドゥルーって言われた時一瞬でやばいと思ったけどな。さあ、時報だ。お、いい勝負、いい勝負。と安心や、とりあえず。そうやね。よいこ終わった。カズヤなくも終わった。セフィロス強いよ、でも。俺の時も、もう、リーチ差で、全然勝てなかったからね。あ、俺らが使うより絶対セフィロスうまいからね。おリーチ差が。えげつないほどのリーチ差やるな。まあな。お、直しい、今の惜しいな。やばいよ、空中やばい、空中やばい、セフィロス。ワンちゃんいけるか。よし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 。うわ あきつい。いい勝負まで持ってきてる。空上気をつけろよ、来るぞ、恐怖星来るぞ。あれさっきからカズヤといいセフィロスといい、なぜね、なんか危ないよってなった時に。すげえ、よし、見立てじゃん。来たぞ、ダウンレンしてくるぞ。ダウンレンしてくるぞ、平気で。空のコンピュータ全然やってないな。強いよ、3立てされたもん俺、こいつに。カウンターしろしたんか。やばいよ、サンタが来るよ。お、受けてみろの前に割り込んだ。さすがヨッシーやわ。ヨッシーの食いね、さすがやわ。あー、無理やったか。よし、耐えた耐えた。あ、やばいやばい。でもだいぶ64、82まで減らしてる。いいよ。うわ、うわ、取った、あいつ。100% やからな。崖受け身も取んの、あいつすげえな。9は 100% で。崖ですら取るんやな。あ、まあ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 、まあ、あとワンチャンできる。いい勝負。あれ、俺の時よりいい勝負になってる。さあ、使えんの団体戦だときつくない、スティーブ一卒じゃないのに。いや、別にあれじゃない、別に複数じゃないから。このルールでスティーブって戦えるのか。まあ、でもワンチャンでいける。これ素材ってどうなってんやろ。おし、終わったよ。団体戦だとどうなってんだろう。いつものね、ユッピーのルールだとそのままだけどね。さあ、ダウンレンの光。でも有利有利、いい勝負になって、かつ有利だ。あ、戻ってる。だからきついって絶対。
このルールでやつきついって。エンダーマン、エンダーマンじゃない。確かにコンピューがそうやって、それどうやって越えてくるんだ、ちゃんなんか壁作った時に。あれ、おお危ない。ホムラに変わったな。なんで俺光にずっと立てられてたからな。あ変わっちゃった。ワンちゃんもういけるか。やばい、光のコンボやばいからな。あうっ、お取られた。上がんなかね、今当たんなかったね、爆発捉えられないな、早すぎるでしょ。ドロコちょっと当たった、そんなに当たった。うんうん強い。あらあらあら、目の前に くんじゃねえ。目の前、あらなんか思ったより弱いんだけど、どうしてだ。思った以上に弱いんだ。あれあの時だった俺が弱かったのかな。日によってなんかそういうブレがあるのか。おわさあラストやぞ、ステータスお化け、ステータスお化けだぞこいつだけは。おっでも今までのキャラに比べて理不尽さはちょっと少なめやでな。さあミーボどうなったら返してくれるのかな、よっぴ相手に。読めないからね動きも。掘らせて掘らせて。危ない。そうリーチでやってくるのが。あ当たるんだあれ。でも3人目でいけるかも、ワンチャンいけるかもこのスティーブ。あこれ入る、上ハズマ入った。チン言ったぞ、ダイヤ来たぞ。あやっぴやがそれ。あーさすが貫禄見せたわ今。トレアンダー大将の貫禄見せたな。あと2人だよ、2人でいけるかどうか。いけるか、あと2人で。怖いぞ。50やっぱ30だな。このマリオでしと、あこいつやろうと今やったわ、てかやばいぞおい、剣のリーチ。あやると思った、やられると思ったよそれ、ステータスの暴力。うわやばい、よく負けんのかお前、情けないぞおい、俺が勝ったんだぞ。ガオガエラスト、大将にふさわしいな。来たかガオガエ、大将にふさわしい。頼むぞガオガエ、おい大丈夫か、39になってんぞ。まあ、ある意味俺に鍛えられたアミーボだからね、動きが俺の動きに適応してるかもしれないけど。危ない、おいいねー、いい勝負だ、どっちが勝ってもおかしくねえ。あーリーチやばい、先端狙ってくる、ちゃんとちゃんと先端だもん。あなんか当たったし、あしまりねえなしまりねえなおい。あれおかしいな、俺の時あんなに負けたら何だったんだろう。でもヨッピーあの結構苦戦したヨッピーの方は。おかしいな、敵取ってもらうはずだったのになんでこんな苦戦してんのヨッピー。